マディソンビルはアメリカ合衆国ケンタッキー州西部ホプキンス郡にある第3東急都市であり同郡の郡庁所在地でもある。ケンタッキー州西部丹田地帯のペニーライルパークウェイ沿いに位置している。2010年国勢調査での人口は19,591人だった。マディソンビル市は地域の商業中心であり、また市内にマディソンビルコミュニティカレッジがある。 マディソンビルは1807年に設立され、町の名は当時のアメリカ合衆国国務長官、ジェームズ・マディソンから名付けられた。1808年にはホップキンス軍の軍長所在地に指定され、1810年には正式に法人化された。ホップキンス軍とマディソンビルは南北戦争の時に分裂した。北軍支持者たちはジェームズ・シャックルフォードが 地元で重募した連隊に加入した。アルファウラーが南軍兵士を集めた。マディゾンビルにある軍庁舎は、1864年12月17日にハイラン・ビー・ライアンが指揮する南軍がケンタッキー州西部を通過するときに、その部隊によって焼かれた。地域を占領した北軍によって課された政策のために、住民に不満が募り、南軍側に走る者も現れた。 19世紀の大半では農業がホプキンス軍の主要な生業であり、中でもタバコが主産品だった。1837年頃、石炭の鉱脈が発見され、軍内初の炭鉱が1869年に開設された。工業が主要産業になったのは、ルイビルナッシュビル鉄道が1870年にヘンダーソンから、 マディソンビルを通って南のテネシー州、ナッシュビルまで伸びてからだった。1900年代初期までにマディソンビルは鉄道の中継点となり、丹田地帯の中心、かつ巨大なタバコ市場となっていた。この状況は1960年代まで続いたが、その頃から製造業とサービス業が地域に入ってくるようになった。2005年11月15日、竜巻が死を襲い、 損傷を与えた。午後3時頃に発生した。マディソンビルカントリークラブ近くの地区が大きな被害を受けた。元ボストンセルティックスのスター選手、フランク・ラムジーの家屋など住民の家屋が破壊された。カレン・コニンガム市長は市内の一部で夜間外出禁止令を発し、非常事態を宣言した。2009年1月、厳しい日さめがマディソンビルを襲った。 コップキンス軍も州内の他の部分も影響を受けた。市民の安全のために、マディソンビルでは夜間外出禁止令が敷かれた。この嵐で広い範囲で停電し、家屋や樹木に被害が出た。多くの住人が電力もないままに数週間を過ごし、また折れた枝の除去には数ヶ月を要した。州外の電力会社が街の電力供給を回復させるために、 地域の電力会社を支援した。マディソンビル氏は、北緯37度19分58秒整形、87度30分8秒、北緯37.33278度整形、87.50222度、37.33278マイナス87.50222に位置している。ルイビル氏の南西約125マイルにある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は18.5平方マイルであり、この内陸地17.8平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は3.94%である。この地域の気候は暑くし気けた夏と温暖から冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に区分される。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 マディソンビルは重要な道路の近くにあることで、西部ケンタッキーでは製造業の中心になっている。工業生産が、炭鉱後の経済を再活性化させている。GE アビエーション、ジェンマー、インターナショナル自動車部品グループ、アールストローム、ランド、オフロスト、カーハートカッティングインマディソンビル、近くのハンソン市にある、カーハート RCV ディストリビューションなどが、地域で創業している。 1970年代、地域医療センターとトローバークリーニックが、トローバー基金によって設立された。現在は、バプテストヘルスケアシステムが所有し、バプテストヘルス、マディソンビルとして運営されており、ライフフライト、女性の健康センター、包括的がんセンターなど大都市に、典型的なサービスを提供する410床の病院となっている。マディソンビル市は、ウェット市である。 ホップキンス軍はドライなのでモイスト軍という位置づけにある。モイスト軍は州内に31軍ある。マディソンビル市はホップキンス軍の軍庁所在地である。市政府はセンター通りの政府ビルやメインストリートのマディソンビル市役所などいくつかの建物を本拠にしている。マディソンビル市とホップキンス軍の大半はホップキンス軍教育学区の中にある。 この学区では小学校8校、中学校4校、高校2校を運営している。市内にはマディソンビルコミュニティカレッジがある。2001年にマディソンビル校歌カレッジを併合した。ケンタッキー州コミュニティ、校歌カレッジシステム16校の一つである。また、マレー州立大学、リンゼーウィルソンカレッジ、ケンタッキー大学、ルイビル大学とも提携している。 これら大学との提携があるので、通常の大学レベルにある多くの、純学士や学士号を提供している。マディソンビルは、ペニーライルパークウェイによって文字通りに封失されている。南北に走るこの会場は、南のホプキンスビルのすぐ南で、週間高速道路24号線に接続しその先は東部につながる。また、アメリカ国道41号線 A にもつながっている。 ペニーライルパークウェイを北に進むとヘンダーソンにつながる。ペニーライルパークウェイのこの部分は新しい週間高速道路69号線回路に取り込まれることになる。ウェスタイケンタッキーパークウェイが市の南数マイルを走っている。この道路の西行きは週間高速道路24号線に東行きは週間高速道路65号線を経由してエリザベスタウンで ブルーグラスパークウェイに接続する。ウェスタイケンタッキーパークウェイは、週間高速道路65号線とも交わり、南のボーリンググリーンからナッチャーパークウェイにつながる。鉄道では、CSX トランスポーテーション線と、パドゥーカン・ドルイビル鉄道も、マディソンビルを通っている。マディソンビル市民空港には、長さ6050フィート、幅100フィートの滑走路がある。 マディソンビルとホプキンス郡では、景観の良いトレール、穏やかな湖、うねりのある草原と深い森など、屋外レクリエーション活動が最大限活かせるようになっている。市内には、美味しいレストラン、最新式の美術館と、ギャラリー、幅広い快適でもてなしのある宿泊設備が備わっている。月ごとの行事は以下の通りである。4月ショー ゴーカークラブクルーズ、ウェスタイケンタッキースピードウェイ、ホワイトプレーンズ南北戦争祭、デーブ・スティッキーピッククルーズ5月、マインレスキューセーフティデイズ、トーソン・スプリング・ファンの週末6月、シェンバークラシックゴルフトーナメント、金曜の夜ライブコンサートシリーズ、マディソンビルオープンディスクゴルフトーナメント、モートンズ・ギャップ単伝祭、スプリング・ガーデンツアー、ハイウェイ41号線ヤードセール、 ビッグブルー 5K 競争ファンウォークマディソンキルマイナー野球4月ドーソンスプリング花火大会マディソンビル4日祭りドーソンスプリングバーベキュー祭 &5K 競争ホプキンスグンサピハ4月エリバロンゴルフトーナメント9月から9-11ヒーローズランマディソンビルイズアンアドベンチャーレースゴスペル音楽イクストラバガンザ クライストザ・キング・オールド・ファッションド・バーベキュー・ピクニック、ハンソン・クルーズ・イン、フリー・マーケット・バーベキュー・クック・オフ、ペニー・ライル・エリア・サイクリスト・チャレンジ10月、バハラン、ファン・ウォーク、アーリントン・オクトーバー・フェスト、マディソン・ビル・キダ・バルーザ、子供祭り、スタンレーのパンプキン・ホロー11月、ケンタッキー最大のベテランズ・デイ・パレード、ヒストリック・ハンソン・マディソン・ビル・ホリデー・オープン・ハウス12月、 クリスマスパレード、リターンズベスレヘム、クリスマスアットマンズスクール、ヘンデルのメッサイやホリディホームツアー行事関連の情報は、ホップキンス郡観光会議委員会のウェブサイトで入手できる。ありがとうございます。